皆さんこんにちは。今回は前回のエコモードでの燃費検証の続編で、ノーマルモードでの検証の報告です。現在のところ、走行モードは常時、ノーマルモードの設定でエアコンのエコモードは使わずに、約280キロを市街地のみで走行してきました。前回の検証は約500キロの走行後に計測したので、距離が足りないので今から高速道路を使った遠距離に出かけて500キロくらいにして、ある程度距離を合わせてから燃費を測ってみたいと思います。現在までの平均燃費は、リッターあたり 17.5 キロ。さてどうなるでしょうか。今回の走行スタイルは、チャージモードと EV モードを使いながら長距離での走行を試してみます。チャージモードで電池を満タンにしたら EV モードのみで走行をして、電池がなくなったら再び満タンになるまでチャージモード、その繰り返しで走ってみます。ハイブリッドだけでの走行と今回の走行でどのような結果になるか試してみます。走ってきました。出発してから約300キロ走行しました。結果はこの通り。平均燃費は 20.7 まで回復しました。270キロくらいが高速道路での走行でした。ガソリンを入れて正確な燃費を計算してみます。給油したガソリンは 30.24 リッター。走行距離をガソリン量で割った結果が 19.30。前回のエコモードでの検証がこちらです。この時はチャージして EV 走行をすることなく、ハイブリッドのみの走行で検証しました。どうやらチャージモードをうまく使った方が燃費が良くなるような気がしますので、今後はチャージモードと EV モードを交互に使って試してみたいと思います。それでは今日はこの辺りで。またね。